明治2年、東京横浜の電報事業に始まる日本の通信技術史。それぞれの時代に生み出された技術とともに、資料や教科書では読み解くことのできないものがある。例えば、卓上型100円公衆電話。小さな筐体の中で直径 0.9 ミリしか違いのない10円硬貨と100円硬貨を瞬時に正確に選別する必要があるという。10円玉と100円玉の、形状を測ってみようと。100分の精度、1の精度まで読んだ。それを何枚も何枚も繰り返して。当時を生きた人の思いとつなぐことへのこだわりが、現在もなお通信技術をその先へ進める糧になっている。通信網の進化は端末に映し出される。公衆電話も技術の進歩やニーズに合わせて進化が繰り返されてきた。その色の違いにも意味がある。黄色は10円硬貨と100円硬貨の使える公衆電話。1972年の初登場以来、遠距離電話や長時間電話のために10円をたくさん用意する煩わしさの解消につながり、好評を得た。峰尾光一と言います。昭和46年4月に電電公社、現 NTT に入社いたしました。峰尾さんは入社後、音響関係の基礎研究を1年半続けた後、部署移動を進められた。そしてそれまでとは全く違う公衆電話の開発に携わることになる。具体的には卓上型の100円公衆電話の貨幣選別部分の解析をすると、設計をするという担当でありました。当時存在していた100円硬貨が使える公衆電話はボックス型、10円公衆電話のように小型で設置しやすい卓上型の開発の要望があった。基礎研究部から移った時に研究主任という立場になりましたので、お金を選別部分のところを担当してほしいと。あ、それはいいテーマだなと思って、じゃあこれで実用化を進めていこうという決心をしたところであります。貨幣選別機構の開発には投入口の方式の検討や信頼性の向上を求められた。峰尾さんは何よりもまずあることを始めた。実験をすればある程度のその選別機構の値というものが出るんですが、私自身としてはそれでは飽き足らないので、まず理論解析をして、それで設計値というものを算出していこうと、私のその数値計算の最初の出発点になるわけですね。じゃあそのためにはどうしたかっていうと、まず一方の主役であります10円玉と100円玉の形状を測ってみようと。峰尾さんは貨幣の特徴を理解することから始めた。貨幣を万力に挟み、マイクロメーターでまずは直径、厚さを測定。100分の精度、1の精度まで読んだ。それを何枚も何枚も繰り返して、それからもう一つ貨幣で大事なのは、断面で見ると角が丸くなってるんですね。でそれを測定しないといけないということで、これはどうしたかっていうと、やはり万力のところに10円玉をこう挟んで、下からこう投影するんですね。でその影の黒いところと明るいところのその境目をこう測定していって、その周辺丸みっていうものを測定していた。何百枚も測定し続けるこの地道な作業が、貨幣を選別するために最も重要で、実用化へ向けた機構設計の鍵になると峰尾さんは確信していた。 R をパラメーターにして、それから直径が縦軸で横軸が厚さのこうチャートを作ったんですね。でこのチャートっていうのは基準化された値ですので、10円玉と100円玉の直径を変えれば、
それの 1. 点何倍のところだと通過します、 0. 点何倍のところだと落ちますよ、それが実験と理論でほぼ一致したというところは一番私としては嬉しい成果だった。解析をしながら測定をしているということですので、当初 2,3 ヶ月はかかったかなと思いますね、数百円でね。22.57 っていうのが100円玉、それで10円玉の方が多少多くて 23.49 ミリということで、その差 0.9 ミリ、1ミリ以下の直径の差を瞬時にコントロールしながら、選別するといや、そこだけはもうね、測りましたし、もう40年以上経ってても覚えてますね。それはもうポイントの数値ですから。連続投入試験でしょうかね、実際にこうお金を投入してその貨幣 の通貨とか脱落とかっていうのを機械的にやるわけなんですが、それをまず作る測定器があって、その測定器を試作して、高さが何ミリになった時には選別率がどのくらいになってるかとか、それから100円が通過するためにはどのくらいの高さがいいのかというようなことが連続的にこうできるわけなんですけども、それが昼夜でやりましたもんですから、毎日毎日朝来てその結果を見るっていうのが楽しみでもあり怖くなった。それで何十万回というふうにやりましたので、それもやはりだいぶ3ヶ月とか4ヶ月とかかかりましたですね。検証と実験を繰り返す日々、実用化への道のりは遠く、何度も何度も計算や耐久試験を行った。この根気のいる作業を続けられた峰雄さんの根底には、入社間もない頃に与えられた研究テーマとうまく向き合えなかった過去が関係してくる。最初のテーマっていうのは、弾性表面波を用いた能動デバイスの研究とかっていうテーマだったんですね。うまくそのできなくて成果が上がらないまま終わってしまったと。で、同期の人たちは自分の成果を学会に発表したりしている一方、自分は何してるんだろうなという非常に焦りがありました。しょうがないかなという研究者としてのね、進めるということを諦めて、そこで諦めて、技術者、なかなか難しいんですけど、研究者と技術者の境目ってあるってないようなもんですけど、技術者として実際にものを開発して世の中のために、貢献できないかなと、その大きな決断をした時でもありました。1973年に始まったこのプロジェクトは、約6年の年月を費やし、1978年に完了する。使用書技術資料を技術局の方に送ると。で、その使用書の中に私が中心だって、開発しました選別部分の10円分ではこれですよ、100円部分ではここですよという数値が誤差まで含めてそこに載せられて送られたと。それはやっぱり自分としては提案した数値が載ったということで、やっぱり嬉しかった。私が考えている研究っていうのは、ある物事に対して、深くね考えて、それを調べて、それでそれを明らかにする。仮説に対して理論計算をして、その理論計算の優位性を確かめるために実験をして、実験と理論の結果をこう発表をして、その結果がいつの世にかね、世のため人のためになってくるというのが研究の一論のプロセスかなというふうに思ってます。未知の分野があった時に、それに対して果敢に挑戦をして、失敗を恐れずに自分の己の信じたことについて突き進むということが、まず前提として大事かなと。その後、100円併用型卓上公衆電話機の実用化を開始する。
そのものが実際に町の中に並んだ時、はい、ご覧になってどう思われました？それは嬉しいと思いましたね。我が子もそこにいるようで本当に嬉しかった。でこの喜びっていうのは自分でないと味わえないというふうに思いました。研究を諦め技術開発の道へ進んだ峰夫さんはそう言ったが、当時誰も行わなかった貨幣の理論解析に費やした時間と労力は、技術者であり真理を追求する研究者としての執念以外の何物でもない。おのずと力が入るんですね。その当時のことを説明するとね、聞いてる人はこの黄色い筐体がそのままで中は見えない、しかし私の場合は心の中でこれは透き通って見える、どういう構造になってるかということが見えてますね。